特別招待作品越智鉄物語私ふるさとに帰ってきましたの皆さんです。監督の児玉義久さん、そしてプロデューサーの河合博恵さん、そして主演されました横澤夏子さん、そして緒方直人さんです。まずですね、監督に伺いたいんですが、越前鉄道、福井の越前鉄道を舞台に撮ろうと思ったのは何でですか？はい、そもそもが隣にいらっしゃる河合プロデューサーから相談されたんですけども、ローカル線ガールズというですね、本がありまして、この本を映画にできないかということで、僕は福井の越智鉄道のことを知り、それで僕も面白いと思ったものですから、それで制作に参加させていただきました。本当に美しい景色だったり、このゆったりと電車にもう一回乗ってみたいなと思わせますが、この役者陣を選ばれたこのキーは何でしょうか？やっぱり台本作っていく上で、そのイメージに、誰が合うんだろうということで一番悩みまして、お二方ともそのイメージぴったりだったということで、オファーをいたしましたら快くお引き受けくださりというところですね。やっぱりイメージが優先でした。はい、河合さんにもちょっとお話を伺います。はい、前失礼いたします。今回映像を大きなスクリーンにご覧になっていかがでしたか？もうやっぱりすごい感動しました。はい、このご自身がレッドカーペット歩いて作品を携えていかがですか？いやもう本当に、私福井出身なので、福井のみんなと一緒に歩いてるつもりで歩いてまいりました。はい、はい、ありがとうございます。そして女優夏子さんにお話を伺いたいと思います。女優です。ありがとうございます。結構近くないですか？近いですよね。すごい大きいですね。私がでもいいです。ありがとうございます。主演女優です。そうなんです。主演女優をまさかやらせていただけると思ってなくて、今でもドッキリだと思ってるんですけど、でも本当にこれからプロフィールに主演女優って書こうかなっていうぐらい職業にしていきたいと思います。でも鉄道アテンダントさんという役柄っていうのもなかなかねないと思うんですが、いかがですか？実際に現地で捉えて、実際にアテンダントさんにお会いしてすごいほっこりとする、いやもうやりがいのあるお仕事だなって思って、目がいくつもいろんなところにあって、やっぱりそうそうたる人じゃないとできないなっていうのは本当に分かりましたね。思いやりのある職業だなってすごい思いました。女優業は今後どういう形で展開していきますか？そうですね、まず主演以外はもうお歯受けないどこかなって思って、いやそんなことないです。でも楽しくやらせていただいて本当職業体験できました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。前失礼いたします。緒方さんにも伺います。本当に頑固なお兄ちゃんだけど優しい姿でしたが、一緒に共演されていかがでしたか？いやいや、もうやっぱり愛がそこにないといけないと思って、この可愛い妹をね、何とかこっちに引き寄せようと必死でした。はい、実際の直人さんはどういう形でキャラクターとして性格近い部分はありますか？どうだろう、近い方かもしれないですね。じゃ役作りという上では一緒に何か時間を過ごしたりとか何かやりました？いえ、突然、妹が帰ってくるので割とリアルに、はい、で忙しい人なんでね、すぐ帰っちゃうんですよ。東京に戻ってね、でまた来るので新鮮な気持ちでやらせてもらいました。はい、でも福井にもまた行きたくなりましたか？そうですね、祖母の実家というかふるさとが、福井なので、そういった縁もあってやらせてもらいました。いろんな家族の愛情を感じる映画だと思います。そして福井にも行きたくなりました。越智鉄物語私ふるさとに帰ってきましたの皆さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。